なんかいい天気だね。あ、大丈夫。あ、他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな。じゃないんかこの被害状。うん、やばい、よくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな。あのなんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな。うん、こういう当たり方したってことなんだよな。あらららら、この裏に5520貼りたかったよ、金網貼って。うん、そうだよね。うん、5520ね。あら、カーボン製にするわけですか。ガラララララ、事故ったんだ。あら、これは車種は何つう車種なんですか。ああ、それね、はいはいはい、ワンボックスね。あ、これのあれなんだ。あ、これのパーツなんだ。うん、あ、大掛かりだね、随分ね。これは随分大掛かりだね、え、大掛かりなメンテだ。先生、元気で、元気そうで。あ、おかげさまで。課長。あ、おかげさまで。あの、これ健康器具も持ってますから。これさ、はい、マジでさ、血糖値から酸素消費量からさ、いいやつですか。そうそうそう、値段安いんだけどさ、うん、血圧も測れる。え、これで？これで、これで。血圧も。だからさ、え？どれ？おーっすか。いつまで直すんだろうね。久しぶりに来たんだ。あ、そう。だってチビちゃんたちは歩いて徒歩でここのところに賑やかに来るんだっつってたよ。なるっちゃ来れないと思いますけどね。おうかい。あら、班長、はい、この FRP でさ、これやってあるところ、はい、これ裏から見ると、透けて見える。透けてるんですよね。あら、これ欠損してるんだ。下手すると、ね、なくなっちゃってるんだ。なくなっちゃってます。パーツが。ないとこ作ったい。うわー、ないやつ作ったん。で、こっから。形整えて成形して、うん、そうだね。だから表面にこの、うん、ね、FRP が貼ってあるわけでしょ。貼ってあるんですね。あららら、そういうことか。班長、そんなサンドペーパー もらって何に使うんだいね。
何使うんだよね。何かしらに使うでしょ。何番。120番。ああ粗いね。粗い。うん、120、150、240。そう、粗めだから。いいがね。これで、うん、切れっぱしないよ、これで。全然痩せた雰囲気がないがね。痩せたよ。どうかい。よかったね。喋れて。また6月入院や。うん、まあそれはいいけどさ、社長これマジで血圧測れるし血糖値測れんだね。あそう、これうん、あれもほら酸素消費もできるしさ、あこれこれこれ血圧も測れるしさ、うん、あんたこれアップルや。アップルじゃないっすよそれ。違う違う違う、海外の。うん、海外の。うん、120だけじゃ足んねえやろ。どうしても持っていけよ。もう持ちそうっすか。あ、はい、大丈夫です。まさかお仕事の車が何台もあれだね、溜まってるんだね。あら、カーボン、うん、じゃなくてボンネット。おー、 FRP よ。 FRP なぁ、はあ、これをさ、うん、ここら穴埋めて。あらら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 、うん、これで同色塗ってくれって。うわFRP なんかい、うん、また改造よくするね。改造ね。なんでボンネットがあれなんだろうね。そんなんで作るんだよね。やっぱカスタムのボンネットなんかい。あらカスタムの。あら本当だ。やっぱあれかね、ボンネットがやっぱそのカスタムにするっていうのはやっぱオリジナルのやっぱカスタムのボンネットが欲しいんかね。お仕事、お仕事、お仕事な、あの班長とお仕事だよ。社長、お持ってきたのはこれ、これ、これね、あのこれ量がさ、結局これの今売ってるやつのこうあの倍の量入ってるから、これ持ちたのはこれ倍の量だから、これの方がいいよ。そう、これ売ってるのはこれの半分だから。うん、でもさ、こうやって逆さ向きで、うん、そう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 、逆さ向きで、うん、でこれは今売ってるやつだからさ、量が半分だからこれ倍だから値段もおあの倍するから4倍だから、値段がこれの今売ってるやつの4倍がこれだから、うん。で社長、血糖値が測れるやつさ、うん、これでさ換算表があるんだよ、うん、あのこのこいつの、うん、悪いけどさ、うん、血糖値も正常、血圧も正常、うん、これはコレステロール、なんかだから用とかめっかったんじゃないんかね。どんぐり、どんぐり、うん、どんぐりだから用とかめっかったんじゃないんかね、使ってる人の。うん、あとりあえずは寒いも雪も多いけんいいよな。でそうだよね。
うん、ほらこれでさ血糖値がさ測れんだよ。血糖値正常なんだろ。でもさ、あの血液検査するじゃんやっぱり、うん、うん、こうやったらあの自動でさあのできるからさ、うん、つけておけば、つけておけば測ってくる、測れるから。それで血糖値の換算表もさ、あのインターネットであれ班長に言ってプリントアウトしたからさ、うん、この数値がさ読めるからさ、うん、いくらするその時？お、12,000円ぐらいかな。やべ。うん。だから奥田社長ならスマホ使えるんで連携すればスマホで。え、奥田社長スマホ使えるんかい？当然。スマホ使えねえやつなんか世の中いねえ。ああそれか。これ5520入れた？入れると、あ、今日だよ、十分だよそんなの、もう、うん、もう十分すぎるよ。 おまけが来るぐらいだよこれ。どんぐり、はい、どんぐりとガラスクのサンプライザー、ああもう十分だよ。だからどんぐりといちご丸アーチと半分半分ぐらいの方がいいぐらいだよ。ちょうど粘度が低くなるしさ、まあ垂れるっていうところがどのくらいになるかだね、やっぱね。でも染み込みも良くなるね、どんぐり固まるのも早いしさ。これあのくっつかる材質やねんな、うん、こんなのは。あ、そう、そんなことねえだろ。いやいや、これね、うん、ハンダでくっつけたんよ、うんうん、ハンダでくっつかんの。あ、そう、はい、だ、あ、これどんぐりの方がいいなと思ってさ、うん、まああとは塗装かければね良くなっちゃうからね、ちょっとね本職の腕で。これはでも怪我しなかったんかね、乗ってる人はね。こんだけね、横から突っ込まれただけ。あらららららら ら大損だね。じゃあね、そうか、血糖値も何もあれか、検査は正常か。あ、ごめん。そうか、これあれか、バンパーのところのここのところがあれだよな、取り付けも含めてこれメンテ。でもあれだよな、あここのところを衝突されて怪我なかったんだからな、こんだけひどくなるとな、相当衝撃だよな。まあ本当に頭ぶつかった感じなんだろうな、限りは。ああ他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな、じゃないんかな、この被害状、うん、やっぱよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな、うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな、あのなんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなったやつ。うん、すごいよな、はい、うん、こういう当たり方したってことなんだよな。はい、固まってるかい？いや、表側は生乾き。
へえ、じゃあやったばっかなんだ。やったばっかです。まあ倍数もあれでも締めて加えてるもんな。うん、だって帰りますか。はい。バックすればあれか、バックできるって使ったのか。ずいぶんでっけえベルトサンダーだな。でかいよ。うん、据え付け型のあれか、ベルトサンダーか、うん、なんかな、完全なあれか。俺が見てるのと規模が違う。いや、そりゃそうだよな。小学校でしかこんなちっちゃいのしか見たことない。機械のあれだもんな、ベルトサンダーつかサンディングマシーンだな。よいしょ。待て、社長の元気な顔見ちゃ、うん、帰ります。すいません、うん、でもらってアップしとっていいよ。あ、ありがとうございます。ありがとう。だから5520と1508でちょっと割れば、その方がいくらになるかもしんねえよ。あ、5520100%使うよりはかえってクロス使うから余計に、うん、ちょっとしゃぶしゃぶにしてね。うん、ちょっとしゃぶしゃぶにして早く固まるしさ、1508半分ぐらい2割3割入れれば、入れた方が。わざわざ。いえいえ、じゃあ帰ります。佐々木さんとこで5キロは2つ、ね、買ったからね。明日アストグレでやるけどさ、うん、なんか見つけたんだろうね、うん、まあそのうち俺も一度だけ出てきますよ。じゃあまたね、元気でね。ありがとうございました。はい、どうも。よいしょ。もう一回、よいしょ。あ、じゃあ乗るよ。はい、よかったよかった。元気そうだ。うん、なんかいい天気だね。あ、大丈夫。あ、他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな。じゃないんかな、この被害状。うん、やっぱよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな。なんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな。うん、こういう当たり方したってことなんだよな。あらららら、この裏に5520貼りたかったよ、金網貼って。うん、
そうだよね。うん。5520ね。あらー、カーボン製にするわけですか。ガラララララ、事故ったんだ。あらー、これは車種は何つう車種なんですか。ああ、それね。はいはいはい、ワンボックスね。あ、これのあれなんだ。あ、これのパーツなんだ。うん、あ、大掛かりだね。ずいぶんね。これはずいぶん大掛かりだ。ねえ、大掛かりなメンテだ。先生、先輩。元気です。元気そうで。あ、おかげさまで。え、課長。あ、おかげさまで。あの、これ健康器具も持ってますから。これさ、はい、マジでさ、血糖値から酸素消費量からさ、いいやつですか。そう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 、値段安いんだけどさ、うん、血圧も測れる。え、これで？これで、これで、血圧も。だからさ、え？どれ？おっすか。いつまで直すんだろうね。久しぶりに来たんだ。あ、そう。そう、だってちびちゃんたちはあの歩いて徒歩でここのところに賑やかに来るんだっつってたよ。歩っちゃ来れないと思いますけどね。おっかい。あら、班長、はい、この FRP でさ、これやってあるところ、はい、これ裏から見ると、透けて見える。透けてるんですよね。あら、これ欠損してるんだ。下手するとなくなっちゃってるんだ。なくなっちゃってます。パーツがないとこ作ったい。うわー、ないやつ作ったん。で、ここから形整えて成形して、うん、そうだね。だから表面にこの、うん、ね、FRP が貼ってあるわけでしょ。うん、あらららら、そういうことか。班長、そんなサンドペーパー もらって何に使うんだいね。何使うんだよ。何かしらに使うでしょ。何番？120番。ああ、粗いね。粗い。120、150、240。そう、粗めだから。いいかね。これで、うん、切れっぱしないよ、これで。全然痩せた雰囲気がないがね。痩せたよ。もうかい。よかったね、喋れて。また6月ニューイヤー。うん、まあそれはいいけどさ。社長、これマジで血圧測れるし、血糖値測れんだね。あ、そう。これ、うん、あれもほら酸素消費もできるしさ。あ、これ血圧も測れるしさ。うん。なんでこれアップルや。
アップルじゃないですね、それ。違う違う違う。海外の。うん、海外の。うん。120だけじゃ足んねえやろ。どうしても持っていけよ。もう持ち、もちろん。そうっすか。まさかお仕事の車が何台もあれだね、溜まってるんだね。あら、カーボン、うん、じゃなくてボンネット。おお、 FRP や。 FRP なぁ、はあ、これをさ、うん、ここら穴埋めて、あらららららら ら, ら、うん、これで同色に塗ってくれって。うわ、FRP なんかい、うん、また改造よくするね、改造ね。なんでボンネットがあれなんだろうねそんなんで作るんだよね。やっぱカスタムのボンネットなんかい。あら、カスタムの、あ、本当だ。やっぱあれかね、ボンネットがやっぱそのカスタムにするっていうのはやっぱオリジナルのやっぱカスタムのボンネットが欲しいんかね。お仕事、お仕事、お仕事な、あの班長とお仕事だよ。社長、持ってきたのはこれ、これ、これね、あのこれ量がさ、結局これの今売ってるやつのこうあの倍の量入ってるから、これあ持ってきたのはこれ倍の量だから、これの方がいいよ。そう、これ売ってるのはこれの半分だから、うん、でもさ、こうやって動くと、はい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 、逆さ向きで、うん、そう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 、逆さ向きで、うん、でこれは今売ってるやつだからさ、量が半分だからこれ倍だから値段もおあの倍するから4倍だから、値段がこれの今売ってるやつの4倍がこれだから、うん。で社長、血糖値が測れるやつさ、うん、これでさ換算表があるんだよ、うん、あのこのこいつの、うん、悪いけどさ、うん、血糖値も正常、血圧も正常、うん、これはコレステロール、なんかだから用とかめっかったんじゃないかね、どんぐり、どんぐり、うん、どんぐりだから用とかめっかったんじゃないかね、使ってる人の、うん、あとりあえずは寒いも雪も多いけんいいよな。でそうだよね。ほらこれでさ血糖値がさ測れんだよ。血糖値正常なんだろ。でもさあ血液検査するじゃんやっぱり。うん。うん。終わったらあの自動でさあのできるからさ。うん、つけておけば。つけとけば。測れるから。それで血糖値の換算表もさ。あのインターネットであれ班長に言ってプリントアウトしたからさ、うん、この数値がさ読めるからさ、うん、いくらするその時？1万2000円ぐらいかな。やべ、うん、だから奥田社長ならスマホ使えるんで連携すれば、うん、スマホで。え、奥田社長スマホ使えるんかい。当然スマホ使えねえやつなんか世の中いねえああそれかこ
これ5520入れた。5520入れた？入れると。あ、入れると。あ、強度十分だよ、そんなのもう。十分すぎるよ。おまけが来るぐらいだよ。これどんぐり。あ。どんぐりとガラつくのサンプライザー。ああ、もう十分だよ。だからどんぐりといちご丸8と半分半分ぐらいの方がいいぐらいだよ。ちょうど粘度が低くなるしさ、まあ垂れるっていうところがどのくらいになるかだね。やっぱね、でも染み込みも良くなるね、どんぐり。固まるのも早いしさ。これあのくっつかん材質やねんな。うん。なのは。あ、そう。そんなことねえだろ。いやいや。これね、うん、ハンダでくっつけたんよ、うんうん、ハンダでくっつかんの。あ、そう。だけあ、これどんぐりの方がいいなと思ってさ、うん、まああとは塗装かければね、良くなっちゃうからね、ちょっとね、本職の腕で。これはでも怪我しなかったんかね、乗ってる人はね。こんだけね、横から突っ込まれただけ。あららららららら、大損だね。じゃあね、そうか、血糖値も何もあれか、検査は正常か。ごめん。お疲れです。そうか、これあれか。バンパーのところのここのところがあれだよな、取り付けも含めて、これメンテ。でもあれだよな。このところ衝突されて怪我なかったんだからな、こんだけひどくなるとな、相当衝撃だよな。まあ本当に頭ぶつかった感じなの、ね、限りは。ああ、うん、他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな。じゃないんだ、この被害状。うん、やっぱよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな。あのなんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな。うん、こういう当たり方したってことなんだよな。はい、どうした？固まってるか。いや、表側は生乾き。じゃあやったばっかなんだ。やったばっかです。まあバイスもあれでも締めて加えてるもんな。うん。うん、だって帰りますか。はい。うん。バックすればあれか、バックできるってパターンか。
随分でっけえベルトサンダーだな。でかいよ。うん、据え付け型のあれか、ベルトサンダーか、うん、なんかな、完全なあれか。俺が見てるのと規模が違う。いや、そりゃそうだよな、小学校でしかこんなちっちゃいのしか見たことない。機械のあれだもんな、ベルトサンダーつかサンディングマシーンだな、うんうん。よいしょ。待て、社長の元気な顔見ちゃ帰ります。すいません、うん、いいでもらってアップしとっていいよ。ありがとうございます。ありがとう。だから5520と1508でちょっと割れば、その方がいくらになるかもしんねえよ。5520100%使うよりはかえってクロス使うから余計に、うん、ちょっとしゃぶしゃぶにしてね。うん、ちょっとしゃぶしゃぶにして早く固まるしさ、1508半分ぐらい2割3割入れれば、入れた方が。わざわざ。いえいえ、じゃあ帰ります。佐々木さんのところで5キロは2つ、ね、買ったからね、明日明日ぐらいでやるけどさ、うん、なんか見つけたんだろうね、うん、まあそのうち俺も一度だけ出てきます。じゃあまたね、元気でね。ありがとうございました。はい、どうも。よいしょ。あ、じゃあ乗るよ。はい、よかったよかった。元気そうだ、うん。なんかいい天気だね。あ、大丈夫。ああ、他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな。じゃないんかな、この被害者。うん、やっぱよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな。なんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな。うん、こういう当たり方したってことなんだよな。あらららら、この裏に5520貼りたかったよ、金網貼って。うん、そうだよね。うん、5520ね。あら、カーボン製にするわけですか。ガラララララ事故ったんだ。あら、これは車種は何つう車種なんですか。ああ、それね、はいはいはい、ワンボックスね。あ、これのあれなんだ。あ、これのパーツなんだ。うん、あ、大掛かりだね、随分ね。これは随分大掛かりだね、え、大掛かりなメンテだ。先生、元気です。元気そうで。あ、おかげさまで。え、社長。あ、おかげさまで。これ健康器具も持ってますから。これさ、はい、マジでさ、血糖値から酸素消費量からさ、いいやつですか。そう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 、値段安いんだけどさ、いやいやいや、うん、
お、血圧も測れる。え、これで？これで、これで、血圧も。だからさ、え？どれ？おーっすか。いつまで治すんだろうね。いやー、全然。久しぶりに来たんだ。あ、そう。そう、自分もちょっと仕事して。だってチビちゃんたちはあの歩いて徒歩で。ここのところに賑やかに来るんだっつってたよ。なるっちゃ来れないと思いますけどね。そうかい。あら班長、はい、この FRP でさ、これやってあるところ、はい、これ裏から見ると透けて見える。透けてるんですよね。あらー、これ欠損してるんだ。下手すると、ね、なくなっちゃってるんだ。なくなっちゃってます、パーツが。ないとこ作ったい、うん、うわー、ないやつ作ったん。でこっから形整えて成形して、うん、そうだね。だから表面にこの、うん、ね、FRP が入ってあるわけでしょ、うん、あらららら、そういうことか。班長、そんなサンドペーパー もらって何に使うんだよね。何使うんだよね。何かしらに使うでしょ。何番？120番。ああ、粗いね。粗い。うん。120、150、240。そう、粗めだから。いいかね。これで、うん、切れっぱしないよ、これで。全然痩せた雰囲気がないがね。痩せたよ。もうかい。よかったね、喋れて。また6月入院や。うん、のそれはいいけどさ。社長、これマジで血圧測れるし、血糖値測れんだね。あ、そう。これ、うん、あれもほら酸素消費もできるしさ、あ、これ血圧も測れるしさ、うん。あんた、これアップルや。アップルじゃないっすね、それ。違う。海外の。うん、海外の。うん。120だけじゃ足んねえやろ。どうしても持っていけよ。もう。そうっすか。あ、はい、大丈夫です。まさかお仕事の車が何台もあれだね、溜まってるんだね。あら、カーボン、うん、じゃなくてボンネット。おー、 FRP や。 FRP なぁ、はぁ、あ、これをさ、うん、ここら穴埋めて、あらら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 、うん、ほんで同色に塗ってくれって。うわ、
FRP なんかい、うん、また改造よくするね、改造ね。なんでボンネットがあれなんだろうね、そんなんで作るんだよね。やっぱカスタムのボンネットなんかい、あらカスタムの、あら本当だ。やっぱあれかね、ボンネットがやっぱそのカスタムにするっていうのはやっぱオリジナルのやっぱカスタムのボンネットが欲しいんかね。お仕事、お仕事、お仕事な、あの班長とお仕事だよ。社長、持ってきたのはこれ、これ、これね、あのこれ量がさ、結局これの今売ってるやつのこうあの倍の量入ってるから、これあ持ってきたのはこれ倍の量だから、これの方がいいよ。そう、これ売ってるのはこれの半分だから、うん、でもさ、こうやって売るんだろ、はい、こうやって売るんだろ、はいはいはい、逆さ向きで、うん、そう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 、逆さ向きで、うん、でこれは今売ってるやつだからさ、量が半分だからこれ倍だから値段もあの倍するから4倍だから、値段がこれの今売ってるやつの4倍がこれだから、うん。で社長、血糖値が測れるやつさ、これでさ換算表があるんだよ、あのこのこいつの、うん、悪いけどさ、うん、血糖値も正常、血圧も正常、うん、これはコレステロール、なんかだから用とかめっかったんじゃないんかね、どんぐり、どんぐり、うん、どんぐりだから用とかめっかったんじゃないんかね、使ってる人の、うん、あとりあえずは寒いも雪も多いけんいいよな、でそうだよね。ほらこれでさ血糖値がさ測れるんだよ、血糖値正常なんだろ。でもさ、あの血液検査するじゃんやっぱり、うん、うん、終わったらあの自動でさあのできるからさ、つけておけば、つけとけば測れるから、それで血糖値の換算表もさ、あのインターネットであれ班長に言ってプリントアウトしたからさ、うん、この数値がさ読めるからさ、うん、いくらするんその時計、1万2000円ぐらいかな、やべ、うん、だから奥田社長ならスマホ使えるんで、連携すればスマホで、奥田社長スマホ使えるんかい、当然スマホ使えないやつなんか世の中いねえああそれかこれ5520入れた、5520今日の入れると、あ強度十分だよ、そんなのもう、うん、十分すぎるよ、 おまけが来るぐらいだよこれ、どんぐり、あどんぐりとガラスクのサンプライザー、ああもう十分だよ、だからどんぐりと1508と半分半分ぐらいの方がいいぐらいだよ、ちょうど粘度が低くなるしさ、まあ垂れるっていうところがどのくらいになるかだね、やっぱね、でも染み込みも良くなるね、どんぐり固まるのも早いしさ、これあのくっつかる材質やねんな、うん、あそう、そんなことねえだろ、いやいやこれね、うん、あんだでくっつけたんよ、うんうん、あんだでくっつかんの、あそう、はい、あこれどんぐりの方がいいなと思ってさ、うん、おまああとは塗装かければね良くなっちゃうからね、ずっとね本職の腕で、
ほら、でも怪我しなかったんかね、乗ってる人はね。こんだけね。横から突っ込まれただけ。あらら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 。大損だね、じゃあね。そうか。血糖値も何もあれか、検査は正常か。ごめん。そうか、これあれか、バンパーのところのここのところがあれだよな、取り付けも含めてこれメンテでもあれだよな、あここのところを衝突されて怪我なかったんだからな、こんだけひどくなるとな、相当衝撃だよな。まあ本当に頭ぶつかった感じなんだろうな、限りは。他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな、じゃないんだろうこの被害者、やっぱりよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな、あのなんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな、完全になくなってます。すごいよな、こういう当たり方したってことなんだよな。はい、まあバイスもあれでも締めて加えてあるもんな。だって帰りますか。はい。バックすればあれか、バックできるってパターンか。随分でっけえベルトサンダーだな。でかいよ。据え付け型のあれか、ベルトサンダーか、なんかな。完全なあれか。俺が見てるのと規模が違う。いや、そりゃそうだよな。小学校でしかこんなちっちゃいやつが見たことない。機械のあれだもんな、ベルトサンダーつか。サンディングマシーンだな。
よいしょ。待って、社長の元気な顔見ちゃ帰ります、うん、すいません、悪、うん、でもらってアップしとっていいよ。 ありがとうございます。ありがとう。だから5520と1508でちょっと割れば、うん、その方がいくらになるかもしんねえよ、うん、5520100% 使うよりはかえってクロス使うから余計に、うん、ちょっとしゃぶしゃぶにしてね、うん、ちょっとしゃぶしゃぶにして早く固まるしさ、1508半分ぐらい2割3割入れれば、入れた方が。すいません、わざわざ。いえいえ、じゃあ帰ります。佐々木さんとこで5キロは2つ、ね、買ったからね、明日明日ぐらいでやるけどさ、うん、なんか見つけたんだろうね、うん、まあそのうち俺も一度だけ出てきますじゃあまたね、元気でね。はい、どうも。よいしょ。あ、もう一回。よいしょ。あ、じゃあ乗るよ。はい。よかったよかった。元気そうだ。うん。なんかいい天気だね。あ、大丈夫。他のところも車体修正やらないとダメぐらいなあれとは違うんかな。じゃないんだこの被害状況。うん、やっぱりよくあれだよな。ここだけで済んだって感じだよな。うん。うん。やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな。透けて見えるんだよな。なんていうの。あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな。うん。こういう当たり方したってことなんだよな。あらららら。この裏に5520貼りたかったよ、金網貼って。うん。そうだよね。うん。5520ね。あら、カーボン製にするわけですか。ガラララララ、事故ったんだ。あら、これは車種は何つう車種なんですか。あー、それね。はいはいはい、ワンボックスね。あ、これのあれなんだ。あ、これのパーツなんだ。うん、あ、大掛かりだね。随分ね。これは随分大掛かりだ。ねえ、大掛かりなメンテだ。先生元気です。元気そうで。あ、おかげさまで。社長。あ、おかげさまで。あの、これ健康器具も持ってますから。これさ、はい、マジでさ、血糖値から酸素消費量からさ、いいやつですか。そうそうそう、値段安いんだけどさ、うん、血圧も測れる。え、これで。これで、これで、血圧も。だからさ、え、どれ。おおすか。いつまで直すんだろうね。久しぶりに来たんだ。あ、そう。だってちびちゃんたちは歩いて徒歩でここのところに賑やかに来るんだっつってたよ。歩っちゃ来れないと思いますけどね。そうかい。あら、班長、はい、この FRP でさ、これやってあるところ、はい、これ裏から見ると透けて見える。透けてるんですよね。あら、これ欠損してるんだ、下手すると。完
なくなっちゃってるんだ。なくなっちゃってます。パーツが。ないとこ作ったい、うん。うわー、ないやつ作ったん。で、ここから形整えて成形して。うん、そうだね。だから表面にこの。うん。ね、FRP が貼ってあるわけでしょ。うん。あらららら。うん、そういうことか。班長、そんなペサンドペーパー もらって何に使うんだいね。何使うんだよね。何かしらに使うでしょ。何番？120番。ああ、粗いね。粗い。うん。120、150、240。そう、粗めだから。いいがね。これで、うん、切れっぱしないよ、これで。全然痩せた雰囲気がないがね。痩せたよ。もうかい。よかったね、喋れて。まだ6月入院やん。うん、まあそれはいいけどさ。社長、これマジで血圧測れるし血糖値測れんだね。あ、そう。これ、うん、あれもほら酸素消費もできるしさ、あ、これ血圧も測れるしさ、うん。あんた、これアップルや。アップルじゃないっすね、それ。違う違う違う。海外の。うん、海外の。うん。おい。120だけじゃ足んねえやろ。どうしても持っていけよ。もう、そうっすか。まさかお仕事の車が何台もあれだね、溜まってるんだね。あら、カーボン、うん、じゃなくてボンネット。おー、 FRP よ。 FRP なぁ、はぁ、あ、これをさ、うん、ここら穴埋めて。あらら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 、うん、これで同色塗ってくれって。うわぁ、FRP なんかい、うん、また改造よくするね。改造ね。なんでボンネットがあれなんだろうね。そんなんで作るんだよね。やっぱカスタムのボンネットなんかい。あらー、カスタムの。あら、本当だ。やっぱあれかね、ボンネットがやっぱそのカスタムにするっていうのはやっぱオリジナルのやっぱカスタムのボンネットが欲しいんかね。
仕事お仕事お仕事な、あの班長とお仕事だよ。全然いいか、本社の面じゃん。社長、持ってきたのはこれ、これ、これね、あのこれ量がさ、結局これの今売ってるやつのこうあの倍の量入ってるから、これ持ちたのはこれ倍の量だから、これの方がいいよ。そう、これ売ってるのはこれの半分だから。うん、でもさ、こうやって売ると、はいはいはい、逆さ向きで、うん、そう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 、逆さ向きで、うん、でこれは今売ってるやつだからさ、量が半分だから、これ倍だから値段もあの倍するから4倍だから、値段がこれの今売ってるやつの4倍がこれだから、うん、で社長、血糖値が測れるやつさ、うん、これでさ換算表があるんだよ、うん、あのこのこいつの、うん、悪いけどさ、うん、血糖値も正常、血圧も正常、うん、これはコレステロール、なんかだから用とかめっかったんじゃないんかね、どんぐり、どんぐり、うん、どんぐりだから用とかめっかったんじゃないんかね、使ってる人の、うん、あーとりあえずは寒いも雪も多いけんいいよな、でそうだよね。ほらこれでさ血糖値がさ測れんだよ、血糖値正常なんだろ。でもさ、あの血液検査するじゃんやっぱり、うん、うん、終わったらあの自動でさあのできるからさ、うん、つけておけば、つけておけば測ってくる、測れるから、それで血糖値の換算表もさ、あのインターネットであれ班長に言ってプリントアウトしたからさ、うん、この数値がさ読めるからさ、うん、いくらするその時、お1万2000円ぐらいかな、やべ、うん、だから奥田社長ならスマホ使えるんで、連携すればスマホで、え、奥田社長スマホ使えるんかい、当然スマホ使えねえやつなんか世の中いねえああそれかこれ55205520入れた？入れると、あ、入れると、あ、強度十分だよそんなの、もう、うん、もう十分すぎるよ、おまけが来るぐらいだよ。これどんぐり、あ、はい、どんぐりとガラスクのサンプライザー、ああもう十分だよ。だからどんぐりと1508と半分半分ぐらいの方がいいぐらいだよ。ちょうど粘度が低くなるしさ、まあ垂れるっていうところがどのくらいになるかね。やっぱね、でも染み込みも良くなるね、どんぐり固まるのも早いしさ。これあのくっつかん材質やねんな、うん、こんなのは、あ、そう、そんなことねえだろ。いやいや、これね、うん、ハンダでくっつけたんよ、うんうん、ハンダでくっつかんの、あ、そう、はい、だ、あ、これどんぐりの方がいいなと思ってさ、うん、あ、まああとは塗装かければね良くなっちゃうからね、ずっとね本職の腕で。これはでも怪我しなかったんかね、乗ってる人はね、こんだけこんだけね、横から突っ込まれただけ、あらららららら ら大損だね。じゃあね、そうか、血糖値も何もあれか、検査は正常か、あ、ごめんお疲れです、そうか、これあれか、バンパーのところのここのところがあれだよな、取り付けも含めてこれメンテ。でもあれだよな、あ、ここのところを衝突されて
怪我なかったんだからな、こんだけひどくなるとな、まあ、相当衝撃だよな。まあ本当に頭ぶつかった感じなんだろうな、限りだと。他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな、じゃないんかな、この被害状態。うん、やっぱりよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな、あのなんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな、完全になくなってます。うん、すごいよな、うん、こういう当たり方したってことなんだよな。はい、どうした？ん？固まってるかい？いや、表側は生乾き。じゃあやったばっかなんだ。やったばっかです。まあバイスもあれでも締めて加えてるもんな。うん。だって帰りますか。はい。バックすればあれか、バックできるってパターンか。ずいぶんでっけえベルトサンダーだな。でかいよ。うん。据え付け型のあれか、ベルトサンダーか、うん、なんかな。完全なあれか。俺が見てるのと規模が違う。いや、そりゃそうだよな。小学校でしかこんなちっちゃいのしか見たことない。機械のあれだもんな、ベルトサンダーつか。サンディングマシーンだな。うん。うん、よいしょ。待て、社長の元気な顔見ちゃ、うん、帰ります。すいません、うん、でもらってアップしとっていいよ。あ、ありがとうございます。ありがとう。だから5520と1508でちょっと割れば、うん、その方がいくらになるかもしんねえよ、うん、あ、5520100% 使うよりは、かえってクロス使うから余計に、うん、ちょっとしゃぶしゃぶにしてね。うん、ちょっとしゃぶしゃぶにして早く固まるしさ、うん、1508半分ぐらい2割3割入れれば、入れた方が。わざわざ。いえいえ、じゃあ帰ります。佐々木さんとこで5キロは2つ、ね、買ったからね、明日アストグレでやるけどさ、うん、なんか見つけたんだろうね、うん。
まあそのうち俺も伊勢崎に出てきますじゃあまたね、元気でね、はい、ありがとうございました。はい、どうも。よいしょ、あ、もう一回、よいしょ、あ、じゃあ乗るよ。はい、よかったよかった、元気そうだ、うん、なんかいい天気だね。あ、大丈夫、あ、他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな、じゃないんかな、この被害状、うん、やばい、よくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな、なんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな、完全になくなってます、うん、すごいよな、うん、こういう当たり方したってことなんだよな、あらららら、この裏に5520貼りたかったよ、金網貼って、うん、そうだよね、うん、5520ね、あらー、カーボン製にするわけですか、ガラララララ、事故ったんだ、あらー、これは車種は何つう車種なんですか、あー、それね、はいはいはい、ワンボックスね、あ、これのあれなんだ、あ、これのパーツなんだ、うん、あ、大掛かりだね、ずいぶんね、これはずいぶん大掛かりだね、え、大掛かりなメンテだ、先生、先輩元気です、元気そうで、あ、おかげさまで、え、社長、あ、おかげさまで、これ健康器具も持ってますから、これさ、はい、マジでさ、血糖値から酸素消費量からさ、いいやつですか、そう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 、値段安いんだけどさ、うん、血圧も測れる、え、これで、これで、これで、血圧も、だからさ、え、どれ、おーすか、いつまで直すんだろうね、久しぶりに来たんだ、あ、そう、だってちびちゃんたちは歩いて徒歩でここのところに賑やかに来るんだっつってたよ、あれっちゃ来れないと思いますけどね、おうかい、あら、班長、はい、この FRP でさ、これやってあるところ、はい、これ裏から見ると透けて見える、透けてるんですよね、あら、これ欠損してるんだ、下手するとなくなっちゃってるんだ、なくなっちゃってます、パーツがないとこ作ったい、うわー、ないやつ作ったん、でここから形整えて成形して、うん、そうだね、だから表面にこの、うん、ね、FRP が入ってあるわけでしょ、うん、あらららら、そういうことか、班長そんなサンドペーパー もらって何に使うんだいね、そういうことか。
何使うんだよ、ね、何かしらに使うでしょ、何番120番ああ荒いね荒い、うん、120、150、240そう荒めだからいいかねこれで、うん、切れっぱしないよこれで、全然痩せた雰囲気がないがね痩せたよ豪快よかったね喋れてまた6月ニューイヤーうんのそりゃいいけどさ社長これマジであの血圧測れるし血糖値測れんだねあそうこれうんあれもほら酸素消費もできるしさ、うん、あこれこれこれ血圧も測れるしさうんなんでこれアップルやアップルじゃないっすねそれ違う海外のうん海外のうんおい120だけじゃ足んねえやろどうしても持っていけよもう持ちろんそうっすかまさかお仕事の車が何台もあれだね溜まってるんだねあらカーボン、うん、じゃなくてボネットおー FRP や FRP なはあ、これをさ、うん、ここら穴埋めてあらららららら ら, らうんこれで同色に塗ってくれってうわFRP なんかい、うん、また改造よくするね改造ねなんでボンネットがあれなんだろうねそんなんで作るんだよねやっぱカスタムのボンネットなんかいあらカスタムのあら本当だやっぱあれかねボンネットがやっぱそのカスタムにするっていうのはやっぱオリジナルのやっぱカスタムのボンネットが欲しいんかねああお仕事お仕事お仕事なあの班長とお仕事だよ社長持ってきたのはこれこれこれねあのこれ量がさ結局これの今売ってるやつのこうあの倍の量入ってるからこれあ持ってきたのはこれ倍の量だからこれの方がいいよそうこれ売ってるのはこれの半分だからうん、でもさ、こうやって動くと、はい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 、逆さ向きで、うん、そう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 、逆さ向きで、うん、でこれは今売ってるやつだからさ、量が半分だから、これ倍だから値段もおあの倍するから4倍だから値段がこれの今売ってるやつの4倍がこれだから、うん。で社長血糖値が測れるやつさ、うん、これでさ換算表があるんだよ、うん、あのこのこいつの、うん、悪いけどさ、うん、血糖値も正常血圧も正常、うん、これはコレステロールなんかだから用とかめっかったんじゃないんかねどんぐりどんぐりうん、うん、
どんぐり。だから用途がめっかったんじゃないかね、使ってる人の。うん、あとりあえずは寒いも雪も多いけんいいよな。でそうだよね。ほらこれでさ血糖値がさ測れんだよ。血糖値正常なんだろ。でもさ、あ、血液検査するじゃんやっぱり。うん、うん、終わったらあの自動でさあのできるからさ、うん、つけておけば、つけとけば測ってくる、測れるから。それで血糖値の換算表もさあのインターネットであれ班長に言ってプリントアウトしたからさ、うん、この数値がさ読めるからさ、うん、いくらするその時。お、1万2000円ぐらいかな。やべ、うん、だから奥田社長ならスマホ使えるんで連携すればスマホで。え、奥田社長スマホ使えるんかい。当然スマホ使えねえやつなんか世の中いねえ。ああそれか。これ5520入れた。5520今日だったかな。5520入れた、入れると、あ、入れると、あ、強度十分だよそんなの。もう十分すぎるよ。 おまけが来るぐらいだよこれ。どんぐり、あ、どんぐりとガラスクのサンプライザー。ああもう十分だよ。だからどんぐりといちご丸8と半分半分ぐらいの方がいいぐらいだよ。ちょうど粘度が低くなるしさ、まあ垂れるっていうところがどのくらいになるかだね、やっぱね。でも染み込みも良くなるね、どんぐり固まるのも早いしさ。これあのくっつかん材質やねんな、うん、こんなのは。あ、そう、そんなことねえだろ。いやいや、これね、うん、ハンダでくっつけたんよ。うんうん、あんだけくっつかんの。あ、そう、はい、あ、これどんぐりの方がいいなと思ってさ、うん、お、まああとは塗装かければね良くなっちゃうからね、ちょっとね本職の腕で。これはでも怪我しなかったんかね、乗ってる人はね。こんだけこんだけね、横から突っ込まれただけ。あららららららら、大損だね。じゃあね、そうか、血糖値も何もあれか、検査は正常か。ごめん。お疲れです。そうか、これあれか、バンパーのところのここのところがあれだよな、取り付けも含めてこれメンテでもあれだよな。あー、このところ衝突されて怪我なかったんだからな、こんだけひどくなるとな、まあ、相当衝撃だよな。まあ本当に頭ぶつかった感じなの、ね、限りは、うん、うん、他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな、じゃないんかな、この被害状、うん、やっぱよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな、あのなんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな、完全になくなってます。うん、すごいよな、うん、こういう当たり方したってことなんだよな。はい、
固まってるかい。いや、表側は生乾き。じゃあやったばっかなんだ。やったばっかです。まあ、バイスもあれでも締めて加えてあるもんな。うん。だって帰りますか。はい。バックすればあれか、バックできるってパターンか。ずいぶんでっけえベルトサンダーだな。でかいよ。うん。据え付け型のあれか、ベルトサンダーか、なんかな。完全なあれか。俺が見てるのと規模が違う。いや、そりゃそうだよな。小学校でしかこんなちっちゃいやつが見たことない。機械のあれだもんな、ベルトサンダーつか。サンディングマシーンだな。うん。よいしょ。待て、社長の元気な顔見ちゃ、うん、帰ります。すいません、悪い、うん、でもらってアップしとっていいよ。あ、ありがとうございます。ありがとう。だから5520と1508でちょっと割れば、その方がいくらになるかもしんねえよ。あ、5520100%使うよりはかえってクロス使うから余計に、うん、ちょっとしゃぶしゃぶにしてね。うん、ちょっとしゃぶしゃぶにして早く固まるしさ、1508半分ぐらい2割3割入れれば、入れた方が。すいません、わざわざ。いえいえ、じゃあ帰ります。佐々木さんのとこで5キロは2つ、ね、買ったからね、明日明日ぐらいでやるけどさ、うん、なんか見つけたんだろうね、うん、まあそのうち俺も一度だけ出てきます。じゃあまたね、元気でね。ありがとうございました。はい、どうも。よいしょ。あ、もう一回。よいしょ。あ、じゃあ乗るよ。はい。よかったよかった。元気そうだ。うん。なんかいい天気だね。あ、大丈夫。もう他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな。じゃないんかな、この。うん、やっぱりよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな。なんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな。うん、こういう当たり方したってことなんだよな。あららららー。
でこの裏に5520貼りたかったよ、金網貼って。うん、そうだよね。うん、5520ね。あら、カーボン製にするわけですか。ガラララララ事故ったんだ。あら、これは車種は何つう車種なんですか。ああ、それね。はいはいはい、ワンボックスね。あ、これのあれなんだ。あ、これのパーツなんだ。あ、大掛かりだね。ずいぶんね。これはずいぶん大掛かりだ。ねえ、大掛かりなメンテだ。先生、先輩、元気です。元気そうで。あ、おかげさまで。え、社長。あ、おかげさまで。あの、これ健康器具も持ってますから。これさ、はい、マジでさ、血糖値から酸素消費量からさ、いいやつですか。そうそうそう、値段安いんだけどさ、うん、血圧も測れる。え、これで？これで、これで、血圧も。だからさ、え？どれ？おーっすか。いつまで直すんだろうね。いやー、全然。久しぶりに来たんです。あ、そう。だってちびちゃんたちは歩いて徒歩でここのところに賑やかに来るんだっつってたよ。あるっちゃ来れないと思いますけどね。おうかい。あら、班長、はい、この FRP でさ、これやってあるところ、はい、これ裏から見ると透けて見える。透けてるんですよね。あら、これ欠損してるんだ。下手すると、ね、なくなっちゃってるんだ。なくなっちゃってます。パーツがないとこ作ったよ。うわー、ないやつ作ったん。でここから形整えて成形して。うん、そうだね。だから表面にこの、うん、ね、FRP が貼ってあるわけでしょ。うん、あらららら、そういうことか。班長、そんなサンドペーパー もらって何に使うんだよね。何使うんだよね。何かしらに使うでしょ。何番？120番。ああ、粗いね。粗い。120、150、240。そう、粗めだから。いいかね。これで、うん、切れっぱしないよ、これで。全然痩せた雰囲気がないがね。痩せたよ。豪快。よかったね、喋れて。また6月に言うやん。うん、のそれはいいけどさ。社長、これマジで血圧測れるし血糖値測れんだね。あの、これ、うん、あれもほら酸素消費もできるしさ、うん、あ、これ血圧も測れるしさ、
うん。あんたこれアップルや。アップルじゃないっすね、それ。違う違う違う。海外の。うん、海外の。うん。120だけじゃ足んねえやろ。どうしても見てんけよ。もう持ち、持ち。そうっすか。あ、はい、大丈夫です。まさかお仕事の車が何台もあれだね、溜まってるんだね。あら、カーボン、うん、じゃなくてボンネット。おお、 FRP や。 FRP なぁ、はあ、これをさ、うん、ここら穴埋めて、あらら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 、うん、ほんで同色塗ってくれって。うわ、FRP なんかい、うん、また改造よくするね、改造ね。なんでボンネットがあれなんだろうね。そんなんで作るんだよね。やっぱカスタムのボンネットなんかい。あらー、カスタムの、あら、本当だ。やっぱあれかね、ボンネットがやっぱそのカスタムにするっていうのはやっぱオリジナルのやっぱカスタムのボンネットが欲しいんかね。お仕事、お仕事、お仕事な、あの班長とお仕事だよ。社長、お持ってきたのはこれ、これ、これね、あのこれ量がさ、結局これの今売ってるやつのこうあの倍の量入ってるから、これ持ってきたのはこれ倍の量だから、これの方がいいよ。そう、これ売ってるのはこれの半分だから、うん、でもさ、こうやって売ると、はい、はいはいはい、逆さ向きで、うん、そう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 、逆さ向きで、うん、でこれは今売ってるやつだからさ、量が半分だからこれ倍だから値段もあの倍するから4倍だから、値段がこれの今売ってるやつの4倍がこれだから、うん。で社長、血糖値が測れるやつさ、うん、これでさ換算表があるんだよ、うん、あのこのこいつの、うん、悪いけどさ、うん、血糖値も正常、血圧も正常、うん、これはコレステロール、なんかだから用とかめっかったんじゃないんかね、どんぐり、どんぐり、うん、どんぐりだから用とかめっかったんじゃないんかね、使ってる人の、うん、あとりあえずは寒いよ、雪も多いけんいいよな、でそうだよね。ほらこれでさ血糖値がさ測れんだよ、血糖値正常なんだろ。でもさ、あの血液検査するじゃんやっぱり、うん、うん、終わったらあの自動でさあのできるからさ、うん、つけておけば、つけとけば測れるから、それで血糖値の換算表もさ、あのインターネットであれ班長に言ってプリントアウトしたからさ、うん、この数値がさ読めるからさ、うん、いくらするんですか。1万2000円ぐらいかな。やべ、うん、だから奥田社長ならスマホ使えるんで、連携すればスマホで。え、奥田社長スマホ使えるんかい。当然スマホ使えねえやつなんか世の中いねえ。ああそれか。
これ5520入れた。5520今日の入れた。入れると、あ、今日で十分だよ、そんなのもう、うん、もう十分すぎるよ。おまけが来るぐらいだよ。これどんぐり、あ、どんぐりとガラスクのサンプライザー。ああ、もう十分だよ。だからどんぐりといちご丸8と半分半分ぐらいの方がいいぐらいだよ。ちょうど粘度が低くなるしさ、まあ垂れるっていうところがどのくらいになるかだね。やっぱね、でも染み込みも良くなるね、どんぐりって固まるのも早いしさ。これあのくっつかん材質やねんな。うん、こんなのは。あ、そう、そんなことねえだろ。いやいや、これね、うん、ハンダでくっつけたんよ。うんうん、ハンダでくっつかんの。あ、そう。だけあ、これどんぐりの方がいいなと思ってさ。うん。おまああとは塗装かければね、良くなっちゃうからね、ずっとね、本職の腕で。これはでも怪我しなかったんかね、乗ってる人はね。こんだけね、横から掴まれただけ。あらららららら ら大損だね。じゃあね、そうか、血糖値も何もあれか、検査は正常か。ごめん。そうか、これあれか、バンパーのところのここのところがあれだよな、取り付けも含めて。これメンテでもあれだよな、あ、ここのところを衝突されて怪我なかったんだからな、こんだけひどくなるとな、相当衝撃だよな。まあ本当に頭ぶつかった感じなんだろう、限りは。うん、他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな。じゃないんかな、この被害状。うん、やっぱよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな。あの、なんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな。うん、こういう当たり方したってことなんだよな。はい、まあバイスもあれでも締めて加えてあるもんな。うん、だって帰りますか。はい、うん、バックすればあれか、バックできるってパターンか。
随分でっけえベルトサンダーだな。でかいよ。うん、据え付け型のあれか、ベルトサンダーか、うん、なんかな、完全なあれか。俺が見てるのと規模が違う。いや、そりゃそうだよな。小学校でしかこんなちっちゃいのしか見たことない。機械のあれだもんな、ベルトサンダーつかサンディングマシーンだな、うんうん。よいしょ。待て、社長の元気な顔見ちゃ、うん、帰ります。すいません、うん、でもらってアップしとっていいよ。あ、ありがとうございます。ありがとう。だから5520と1508でちょっと割れば、その方がいくらになるかもしんねえよ。あ、5520100%使うよりはかえってクロス使うから余計に、うん、ちょっとしゃぶしゃぶにしてね。うん、ちょっとしゃぶしゃぶにして早く固まるしさ、1508半分ぐらい2割3割入れれば、入れた方が。わざわざ。いえいえ、じゃあ帰ります。佐々木さんとこで5キロは2つ、ね、買ったからね。明日明日ぐらいでやるけどさ、うん、なんか見つけたんだろうね、うん、まあそのうち俺も一度だけ出てきます。じゃあまたね、元気でね。ありがとうございました。はい、どうも。よいしょ。もう一回、よいしょ。あ、じゃあ乗るよ。はい、よかったよかった。元気そうだ、うん。なんかいい天気だね。あ、大丈夫。ああ、他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな、じゃないんだろう、この被害者。うん、やばい、よくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな。なんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな。うん、こういう当たり方したってことなんだよな。あらららら、この裏に5520貼りたかったよ、金網貼って。うん、そうだよね。うん、5520ね。あら、カーボン製にするわけですか。ガラララララ、事故ったんだ。あら、これは車種は何つう車種なんですか。ああ、それね、はいはいはい、ワンボックスね。あ、これのあれなんだ。あ、これのパーツなんだ。うん、あ、大掛かりだね、随分ね。これは随分大掛かりだね、え、大掛かりなメンテだ。先生元気です、元気そうで。あ、おかげさまで。社長。あ、おかげさまで。あの、これ健康器具も持ってますから。これさ、はい、マジでさ、血糖値から酸素消費量からさ、いいやつですか。そう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 、値段安いんだけどさ、いやいやいや、うん、
お、血圧も測れる。え、これで？これで、これで、血圧も。だからさ、え？どれ？おーっすか。いつまで治すんだろうね。久しぶりに来たんだ。あ、そう。だってちびちゃんたちはあの歩いて徒歩で、ここのところに賑やかに来るんだっつってたよ。歩っちゃ来れないと思いますけどね。そうかい。あら班長、はい、この FRP でさ、これやってあるところ、はい、これ裏から見ると、透けて見える。透けてるんですよね。あらこれ欠損してるんだ。下手すると、ね、なくなっちゃってるんだ。なくなっちゃってます。パーツがないとこ作ったい、うん、うわー、ないやつ作ったん。でここから形整えて成形して、うん、そうだね。だから表面にこの、うん、ね、FRP が貼ってあるわけでしょ。あ、うん、あらららら、そういうことか。班長、そんなサンドペーパー もらって何に使うんだいね。何使うんだよ。何かしらに使うでしょ。何番？120番。ああ、粗いね。粗い。120、150、240。そう、粗めだから。いいがね。これで、うん、切れっぱしないよ、これで。全然痩せた雰囲気がないがね。痩せたよ。もうかい。よかったね、喋れて。また6月入院や。うん、まあそれはいいけどさ。社長、これマジで血圧測れるし、血糖値測れんだね。これ、うん、あれもほら酸素消費もできるしさ、あ、これ血圧も測れるしさ、うん。あんた、これアップルや。アップルじゃないっすね、それ。違う違う違う。海外の。うん、海外の。うん。120だけじゃ足んねえやろ。どうしても持っていけよ。もう。そうっすか。まさかお仕事の車が何台もあれだね、溜まってるんだね。あら、カーボン、うん、じゃなくてボンネット。おー、 FRP や。 FRP なぁ、はぁ、あ、これをさ、うん、ここら穴埋めて。あらら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 、うん、これで同色塗ってくれって。うわ、
FRP なんかい、うん、また改造をよくするね。改造ね。なんでボンネットがあれなんだろうね。そんなんで作るんだよね。やっぱカスタムのボンネットなんかい。あらー、カスタムの。あら、本当だ。やっぱあれかね、ボンネットがやっぱそのカスタムにするっていうのはやっぱオリジナルのやっぱカスタムのボンネットが欲しいんかね。お仕事、お仕事、お仕事な、あの班長とお仕事だよ。社長、お持ってきたのはこれ、これ、これね、あのこれ量がさ、結局これの今売ってるやつのこうあの倍の量入ってるから、これあ持ってきたのはこれ倍の量だから、これの方がいいよ。そう、これ売ってるのはこれの半分だから、うん、でもさ、はい、こうやって、はい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 、逆さ向きで、うん、そう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 、逆さ向きで、うん、でこれは今売ってるやつだからさ、量が半分だからこれ倍だから値段もおあの倍するから4倍だから、値段がこれの今売ってるやつの4倍がこれだから、うん。で社長、血糖値が測れるやつさ、うん、これでさ換算表があるんだよ、うん、あのこのこいつの、うん、悪いけどさ、うん、血糖値も正常、血圧も正常、うん、これはコレステロールなんかだから用とかめっかったんじゃないんかね。どんぐり、どんぐり、うん、どんぐりだから用とかめっかったんじゃないんかね、使ってる人の、うん。あ、とりあえずは寒いの、雪も多いでいいよな。で、そうだよね。ほら、これでさ、血糖値がさ、測れるんだよ。血糖値正常なんだろ。でもさ、あの血液検査するじゃん、やっぱり。うん。うん。終わったら、あの自動でさ、あのできるからさ。うん、つけておけば。つけとけば。測って。測れるから、それで血糖値の換算表もさ、あのインターネットであれ班長に言ってプリントアウトしたからさ、うん、この数値がさ読めるからさ、うん、いくらするの、その時計。1万2000円ぐらいかな。やべ、うん、だから奥田社長ならスマホ使えるんで、連携すればスマホで。奥田社長スマホ使えるんかい。当然スマホ使えねえやつなんか世の中いねえ。ああそれか。これ5520入れた。5520今日だったかな。5520入れた、入れると強度十分だよ。そんなのもう、うん、もう十分すぎるよ。 おまけが来るぐらいだよ。これどんぐり、ああどんぐりとガラスクのサンプライザー。ああもう十分だよ。だからどんぐりと1508と半分半分ぐらいの方がいいぐらいだよ。ちょうど粘度が低くなるしさ、まあ垂れるっていうところがどのくらいになるかだね、やっぱね。でも染み込みもよくだろうね、どんぐり固まるのも早いしさ。これあのくっつかる材質やねんな、うん、こんなのは。あ、そう、そんなことねえだろ。いやいや、これね、うん、あんだでくっつけてたんよ、うんうん、あんだでくっつかんの。あ、そう、はい、あ、これどんぐりの方がいいなと思ってさ、うん、まああとは塗装かければね、良くなっちゃうからね、ずっとね、本職の腕で。
ほら、でも怪我しなかったんかね、乗ってる人はね。こんだけ、こんだけね。横から突っ込まれただけ。あらら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 。大損だね、じゃあね。そうか。血糖値も何もあれか、検査は正常か。あ、ごめん。お疲れです。そうか、これあれか、バンパーのところのここのところがあれだよな、取り付けも含めてこれメンテでもあれだよな、あここのところを衝突されて怪我なかったんだからな、こんだけひどくなるとな、相当衝撃だよな。まあ本当に頭ぶつかった感じなんだろう、限りは。うん、他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな、じゃないんかな、この被害状、うん、やっぱよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな、うん、うん、やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな、あのなんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな。うん。こういう当たり方したってことなんだよな。はい。じゃあやったばっかなんだ。やったばっかです。まあバイスもあれでも締めて加えてあるもんな、うん、うん。だって帰りますか。はい、うん、バックすればあれか、バックできるってパターンか。ずいぶんでっけえベルトサンダーだな。でかいよ。うん。据え付け型のあれか、ベルトサンダーか、うん、なんかな。完全なあれか。俺が見てるのと規模が違う。いや、そりゃそうだよな。小学校でしかこんなちっちゃいのしか見たことない。うん。機械のあれだもんな、ベルトサンダーつか。サンディングマシーンだな。うん。うん、
待って、社長の元気な顔見ちゃ帰ります。すいません、でもなんとアップしとっていいよ。 ありがとうございます。ありがとう。だから5520と1508でちょっと割れば、その方がイグレになるかもしんねえよ。5520100% 使うよりはかえってクロス使うから余計に、ちょっとしゃぶしゃぶにしてね。ちょっとしゃぶしゃぶにして早く固まるしさ、1508半分ぐらい2割3割入れた方が。すいません、わざわざ。いえいえ、じゃあ帰ります。佐々木さんのところで5キロは2つ、ね、買ったからね、明日アストグレでやるけどさ、なんか見つけたんだろうね。まあそのうち俺も一度だけ出てきますよ。じゃあまたね、元気でね。ありがとうございました。はい、どうも。よいしょ。もう一回、よいしょ。じゃあ乗るよ。はい、よかったよかった。元気そうだ。なんかいい天気だね。あ、大丈夫。他のところも車体修正やらねえとダメぐらいなあれとは違うんかな。じゃないんだ、この被害状況。やっぱりよくあれだよな、ここだけで済んだって感じだよな。やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな、透けて見えるんだよな。なんていうの、あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。すごいよな。こういう当たり方したってことなんだよな。あらららら、この裏に5520貼りたかったよ、金網貼って。そうだよね。5520ね。あら、カーボン製にするわけですか。ガラララララ、事故ったんだ。あら、これは車種は何つう車種なんですか。ああ、それね。はいはいはい、ワンボックスね。あ、これのあれなんだ。あ、これのパーツなんだ。あ、大掛かりだね。ずいぶんね。これはずいぶん大掛かりだ。ねえ、大掛かりなメンテだ。先生元気です、元気そうで。あ、おかげさまで。社長。あ、おかげさまで。あの、これ健康器具も持ってますから。これさ、はい、マジでさ、血糖値から酸素消費量からさ、いいやつですか。そう値段安いんだけどさ、血圧も測れる。これで。血圧も。だからさ、どれ？おっすか。いつまで直すんだろうね。いや、全然。久しぶりに来たんだ。あ、そう。そう、自分もずっと仕事して。だってチビちゃんたちはあの歩いて徒歩で、ここのところに賑やかに来るんだっつってたよ。あれっちゃ来れないと思いますけどね。おうかい。あら、班長、はい、この FRP でさ、これやってあるところ、はい、これ裏から見ると透けて見える。透けてるんですよね。あら、これ欠損してるんだ。下手すると、ね、なくなっちゃってるんだ。なくなっちゃってます。パーツがないとこ作ったん。うわー、ないやつ作ったん。で、こっから形整えて成形して、そうだね。だから表面にこの、ね、FRP が貼ってあるわけでしょ。あらららら、そういうことか。
班長そんなサンドペーパー もらって何に使うんだよね。何使うんだよね。何かしらに使うでしょ。何番？120番。ああ荒いね。荒い。うん。120、150、240。そう荒めだから。いいがね。これで。うん。切れっぱしないよこれで。全然痩せた雰囲気がないがね。痩せたよ。もうかい。よかったね、喋れて。まだ6月ニューイヤー。うん、まあそれはいいけどさ。社長、これマジで血圧測れるし、血糖値測れんだね。あ、そう。これ、うん、あれもほら酸素消費もできるしさ。あ、これ血圧も測れるしさ。うん。あんた、これアップルや。アップルじゃないっすね、それ。違う。海外の。うん、海外の。うん。おい。120だけじゃ足んねえやろ。どうしても持っていけよ。もう、そうっすか。あ、はい、大丈夫です。まさかお仕事の車が何台もあれだね、溜まってるんだね。あら、カーボン、うん、じゃなくてボンネット。おー、 FRP よ。 FRP なぁ、はあ、これをさ、うん、ここら穴埋めて。あらら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 、うん、ほんで同色に塗ってくれって。うわ、FRP なんかい、うん、また改造よくするね。改造ね。なんでボンネットがあれなんだろうね。そんなんで作るんだよね。やっぱカスタムのボンネットなんかい。あらー、カスタムの。あら、本当だ。やっぱあれかね、ボンネットがやっぱそのカスタムにするっていうのはやっぱオリジナルのやっぱカスタムのボンネットが欲しいんかね。お仕事、お仕事、お仕事な。あの班長とお仕事だよ。社長、持ってきたのはこれね。あのこれ量がさ、
結局これの今売ってるやつのこうあの倍の量入ってるから、これあ持ちたのはこれ倍の量だから、これの方がいいよ。そう、これ売ってんのはこれの半分だから。うん、でもさ、こうやって売るんだろ、はい、で、はいはいはい、逆さ向きで、うん、そう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 、逆さ向きで、うん、でこれは今売ってるやつだからさ、量が半分だからこれ倍だから値段もおあの倍するから4倍だから、値段がこれの今売ってるやつの4倍がこれだから、うん、で社長血糖値が測れるやつさ、うん、これでさ換算表があるんだよ、うん、あのこのこいつの、うん、悪いけどさ、うん、血糖値も正常、血圧も正常、うん、これはコレステロールなんかだから用とかめっかったんじゃないんかね、どんぐり、どんぐり、うん、どんぐりだから用とかめっかったんじゃないんかね、使ってる人の、うん、あとりあえずは寒いも雪も浮いていいよな、でそうだよね。ほらこれでさ血糖値がさ測れんだよ、血糖値正常なんだろ。でもさあ血液検査するじゃんやっぱり、うん、うん、終わったらあの自動でさあのできるからさ、うん、つけておけば、つけとけば測れるから、それで血糖値の換算表もさあのインターネットであれ班長に言ってプリントアウトしたからさ、うん、この数値がさ読めるからさ、うん、いくらするんですか、1万2000円ぐらいかな、やべ、うん、だから奥田社長ならスマホ使えるんで連携すればスマホで、え奥田社長スマホ使えるんかい、当然スマホ使えねえやつなんか世の中いねえああそれかこれ5520入れた、5520入れた、入れると、あ入れると、あ強度十分だよそんなの、もう、うん、もう十分すぎるよ、 おまけが来るぐらいだよ、これどんぐり、あどんぐりとガラスクのサンプライザー、ああもう十分だよ、だからどんぐりといちご08と半分半分ぐらいの方がいいぐらいだよ、ちょうど粘度が低くなるしさ、まあ垂れるっていうところがどのくらいになるかだね、やっぱね、でも染み込みもよくだろうね、どんぐり固まるのも早いしさ、これあのくっつかる材質じゃねえんだ、うん、こんなのは、あそうそんなことねえだろ、いやいやこれね、うん、ハンダでくっつけたんよ、うんうん、ハンダでくっつかんの、あそうだけ、あこれどんぐりの方がいいなと思ってさ、うん、おまああとは塗装かければねよくなっちゃうからね、ちょっとね本職の腕で、これはでも怪我しなかったんかね、乗ってる人はね、こんだけね横から突っ込まれただけ、あらららららら ら大損だね、じゃあね、そうか、血糖値も何もあれか、検査は正常か、ごめんそうか、これあれか、バンパーのところのここのところがあれだよな、取り付けも含めてこれメンテでもあれだよな、あここのところを衝突されて怪我なかったんだからな、こんだけひどくなるとな、まあ、相当衝撃だよな、まあ本当に頭ぶつかった感じなんだろう、限りは、うん、他のところも車体修正やらないとダメぐらいな
あれとは違うんかな。んじゃないんかこの被害状況。やばいよくあれだよな。ここだけで済んだって感じだよな。うん。うん。やっぱこの裏側から見ると本当にあれだよな。透けて見えるんだよな。なんていうの？あのパーツが欠損してんだもんな。完全になくなってます。うん、すごいよな、うん、こういう当たり方したってことなんだよな。はい、まあバイスもあれで締めて加えてあるもんな、うんうん、だって帰りますか、はい、うん、バックすればあれかバックできるってパターンか。ずいぶんでっけえベルトサンダーだな。でかいよ。うん。据え付け型のあれか、ベルトサンダーか、なんかな。完全なあれか。俺が見てるのと規模が違う。いや、そりゃそうだよな。小学校でしかこんなちっちゃいやつが見たことない。機械のあれだもんな、ベルトサンダーつか。サンディングマシーンだな。うん。うん、よいしょ。待て、社長の元気な顔見ちゃ、うん、帰ります。すいません、うん。でもらった。アップしとっていいよ。あ、 ありがとうございます。ありがとう。だから5520と1508でちょっと割れば、うん、その方がいくらになるかもしんねえよ、うん、あ、5520100%使うよりはかえってクロス使うから余計に、うん、ちょっとしゃぶしゃぶにしてね。うん、ちょっとしゃぶしゃぶにして早く固まるしさ、うん、1508半分ぐらい2割3割入れれば入れた方が。わざわざ。いえいえ、じゃあ帰ります。佐々木さんのとこで5キロは2つ、ね、買ったからね、明日明日ぐらいでやるけどさ、うん、なんか見つけたんだろうね、うん、まあそのうち俺も一度だけ出てきます。じゃあまたね、元気でね。ありがとうございました。はい、どうも。よいしょ。
もう一回よいしょ。あ、じゃあ乗るよ。はい、よかったよかった。元気そうだ。うん。